踏んないでしょ、そこは。失敗です。うわー、ナイス。バックスピンみたいな感じになった。なんか埋まって戻ったね。戻ったよね。透けてない。透けてない。永遠のセブンティーンがおじさん目線。ナイスショー。いいとこ。この間のアメトークは皆さん見ましたか？見ました。見てない。ジュンちゃんだけ見てない。私だけ見てない。いや本当に調査派だと思う。多分これから見たら ね見た方がいいよ。でもさ、見たい。始めたばっかりの人たちばっかだったね、割と、うんうん、1年とか。だから余計にさ、今までなんか出てことある芸人さんじゃなかったのが、確かにまた新鮮だと思う、ね。うん、確かにできる人が出るもんね。そうそう、よくさ、芸人さんとかでも上手い人ができる人がいるけど、初めて見てこんなんだよみたいなのがすごいいっぱいってたから、なんか楽しさがすごい伝わって、うん、ビンビン伝わってきてね。本当にすごい笑ったもん、あの1時間劇団ひとりさん、最高だね。ゴルフだよね。そう、もう家に高校あるから。マジで本当、来客から、うん、バランス、振動数とかも全部測れる。へー。スコアがね、110いくつとか、うん、そんなにやってんのに。そんなにやってんのよ。これね、ほんと見て。てか、書いたら見ようね。そうだね、うん、気合入っちゃうよ。ノルマ、ワンバーディー60ヤードでいいかな。もうちょいあるか、うん、そこで76ヤード、 70ヤード。じゅんちゃん、フラッグ邪魔じゃないの？大丈夫そう。待ってみて。バキュン。スイングだな、これは。行きます。さあ、入った。下に入ったか？入った。惜しい。今どういう、どうダメ？どうダメ？やっぱり、うん、これ何番？56だよね。56でフルスイングしちゃうとやっぱ抜けて上がっちゃう確率が上がるし、あの傾斜地だしね、左足上がりだし、うん、余計ロフトも寝るし、うん、球が上がりやすく抜けやすくなるから、うん、ワンクラブ上げて、まあ、ハーフショットぐらいの感じの方が気持ちも楽。なるほどね、うん、52度ぐらいでバシッて打った方が、うん、そうそう、の方が球も多分ちょっと伸びてくし。なるほどね。ちょっとこうなってるライだから上に曲がっちゃうしってことね、うん、はあ、失敗です。うまいなぁ。ちょっと突っ込み気味だな、うん、バーディー取れませんでした。強気。あー、惜しい。でもいい、めっちゃいい。だねー、ナイスパー。ナイス。ナイスパー。ナイストライ。
きいこうイメージするよね。みんなさ、ちょっともここがさ、後ろから見たらさ、ぴったりじゃん。あ、よくつけろって言うね。上手い人ってなんか絶対ここ開かないよね、後ろから見た時に。あれじゃない、ベタ足で打ってるか、ヒールアップが早いか。か、この内側にこう持ってく。これができないか。こうなっちゃう。膝が前に出てる。こうさ、行きながらさ、もうこっち回転する？それともやっぱ止まってて寄せていく？止まってる。じゃあ寄ってから回る、うんうん、そうね。たまに右膝出るもんね。めっちゃ出る。やば。止まってたらなんか魔のゾーンにハマってる。やば。大丈夫。ちゃんとやるね。うん。ちゃんとやろう。
感じです。ナイスです。ありがとうございます。ナイスパーですね。ダブルって36なの？ねえ、さすが。でもパー35だね、やっぱ。うん、あ、そうかな。あ、そういうことか。本当だ。はい、つまり44ぐらいってことか。これ1個足せばいいってことだもんね、普段の。そういえば、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。